ケン・県ボーレックエアはカナダの北極圏を中心に運行するコミューター航空会社。航空事業の他にも石油事業や救命救急事業に参入している。ケン・ボーレックエアは1970年に北極圏の石油区施場への輸送のためツインオッターで運行を開始した。2001年4月26日、ケン・ボーレックエアはツインオッターを容態が悪いロンシェーメンスキー氏の 救助のためアムンゼンスコット基地に派遣した。これは、冬の南極への世界初の救助であった。2009年、北極圏で自社の航空機が墜落した際、北極圏に会社を挙げて仮設テントを張り墜落機の捜索に当たった。2011年、BBC は自社の番組フローズンプラネットの撮影のため、ンボーレックウェアの機材をチャーターした。2016年、 冬の北極圏で容体の悪くなった社員救出のためツインウォッター2機を派遣した。この2機の基調はアメリカの航空雑誌アビエーションウィークスペーステクノロジーで表彰された。ケンボーレックエアダグラス DC-3 ビーチクラフトキングエア修行都市はすべてカナダ国内線北極圏を飛ぶツインウォッター貨物を 搭載した状態のツインオッター1977年2月28日、C-47 スカイトレインが、ケベック州内に墜落。1978年9月18日、C-47 スカイトレインが、コマークック空港に、富士木機体は、修復が不可能なほどを損傷した。1982年5月7日、C-47 スカイトレインが、 カルガリー国際空港から離陸の際オーバーラン。2007年12月20日、ダグラス DC-3 がマウントパッターソン空港離陸の際、ストールをしてしまい不時着。2010年10月25日、エドモントンからカービレークへ向かっていたビーチクラフトキングエアが墜落。2010年11月4日、イヌビック空港の格納効果祭により、ツインウォッター、キングエア、 ビーチクラフト99核1機の損失が出た。2013年1月23日、アムンゼンスコット基地からイタリアのズッチ入り南極基地へ向かっていたツインオッターがエリザベス山に墜落、乗客乗員全員死亡。ありがとうございます。